東京パラリンピックの種目の一つパラ馬術の強化合宿が御殿場市で行われています。夢の舞台への出場を目指して県内からも期待の選手が参加しています。おとといから御殿場市で行われているパラ馬術の強化合宿には国内の選手9人が参加しています。パラ馬術は障害の程度によって5つのグレードに分かれ、馬と一体になって演技の正確さ、美しさを競います。県内のクラブから参加しているのは稲葉選手です。パラ馬術日本初のメダルを目指す期待の選手です。静岡市内の乗馬クラブに所属する稲葉翔選手。先天性の脳性麻痺で両足に障害がある稲葉さんは、パラ馬術では障害が重い方から3番目のグレード3です。前だよ。なんで横にしてんの。稲葉選手は馬の体をまっすぐに向けたまま斜めに歩かせる動きが苦手ということで、合宿で練習を重ねていました。経路にある技の一個一個をやるということに関しては、それ一個一個だったらできるかなっていうところで、あとはどれだけ経路の続いている状態になった時にそれを再現できるか、最終日のまず決勝競技に残ってメダル争いをできるように自分のベストパフォーマンスをしてメダルが取れたら一番最高かなというふうに思ってます。パラリンピックに出場できる代表選手は6月末に決まるということです。